レイモンド・トーマス、レイ・オディエルノは、第38大陸軍参謀総長を務めた、アメリカ陸軍の退役軍人。第3軍団司令官、イラク中流アメリカ軍司令官、統合戦力軍司令官などを歴任し、2011年9月7日に、統合参謀本部議長に就任したマーティン・デンプシー、陸軍大将の後任として、第38大陸軍参謀総長に就任し、 2015年8月に退役した。第三軍団司令官に就任する以前には、ライス国務長官の下で、統合参謀本部所属の上級軍事補佐官を務めていた。退役後は、9月1日付で、JP モーガン・チェイスの危機管理担当上級顧問に就任。オディエルの大将は、ニュージャージー州ロッカウェイで誕生し、モリスヒルズ高校で学び、 その後アメリカ陸軍士官学校に入校した。1976年6月に理工学の学士号を取得し、ノースカロライナ州立大学で学び、原子力工学の学士号と理学の修士号を取得した。ついでアメリカ海軍戦争大学校で国家安全保障学の修士号を取得した。2012年にはノースカロライナ州立大学から人文学博士号を取得した。 2012年1月19日、来日した、米陸軍参謀総長、オディエルの将軍に記念品を贈呈する、田中直樹防衛大臣アメリカ陸軍士官学校1976年、卒業、オディエルのには、3人の子供と4人の孫がいる。長男のトニーは、ダニエラと結婚し、長女のケイティは、ニック・ファンクと結婚し、次男のマイクは独身である。トニー・オディエルのは、 隊員として、イラクに派遣された際に、ロケット推進法による攻撃を受け、左腕を失い、軍を除隊している。ありがとうございます。